皆さんこんにちは、工藤ひなぎです。本日撮影日が雨模様ですので、ちょこっと雨の音が入ってしまうかもしれないんですが、気にしないでいただければ幸いですごめんなさい。第3回目となりました。私工藤ひなぎの YouTube もね、3回目ともなれば、最初から見てくださっている視聴者さんはなんか YouTube で会う工藤にも慣れてきたのではないでしょうか。というわけで今回も私の大好きなアニメのご紹介をさせていただきます。今回ご紹介するアニメはですね、私工藤ひなきが思う主人公だけが本当にかわいそうなアニメ3選でございます。いろいろ悩んだんですよ。すごい登場人物が不遇だったり不憫だったりする作品ってたくさんあると思うんです。ナルタルとかね魔法少女特殊戦アスカとか、怪物王女とか、マグニチュード 8.0 とか、まあ、いろんな作品あると思います。フェイトなんかは計り知れませんね。もういろんな方が不憫でございます。フェイトゼロ、特にフェイトゼロなんて。なんですけれども、今回は私の大好きなケロコデメタンご紹介すればよかった。ケロコデメタンはいつか私の大好きなタツノコアニメ参戦みたいなのでご紹介できればいいんですけれども、そういう主人公一人、他にも何人かいるかもしれないんですけれども、主人公が不遇な境遇だったりとか、まあ、かわいそうなアニメを3つ選ばせていただきましたのでご紹介したいと思います。というわけで第1作品目のご紹介、1つ目はですね、1985年にテレビアニメが放送されました、世界名作劇場さんの小公女セーラです。世界名作劇場さんの作品ってちょっと悲しかったりとか感動があったりするお話すっごいたくさんあると思うんですけれども、小公女セーラという作品私すごく好きなんですけれども、こちらはまあ原作だとさらにアニメ版は10歳っていう年齢から物語がスタートするんですけれども、原作に関してはもうちょっと幼い年にこの境遇になるっていう本当にかわいそうなアニメでございます。内容としては主人公セーラちゃんのお話、ちょっと人生が転落してから幸せになるまでのお話でございます。セラちゃんなんですけれども、裕福な家に生まれたとっても可愛い女の子です。で、10歳でですね、寄宿学校、まあ寮生活みたいなことをする学校に行くためにロンドンへ行きます。で、そこでまあセラちゃんのお父さんが気を利かせて特別な寄宿生として迎え入れられるんですね、学校に。彼女セラちゃんはとっても優しくって人気者になるんですね。なんですけれども、まあ、1年経った11歳の時、なんとなんと裕福なお家だったんですけれども、父がセラちゃんのお父様が破産してしまい、それだけではなく、なんと亡くなってしまうんですね。父が亡くなってしまったということで、寄宿学校へ通うお金等を工面することができず、まあ、学院もいろいろ考えた上で学院のまあ使用人という形で置いておくっていうことになるんですね。で、まあ学園の使用人に一気にこう裕福で楽しい学院生活から学院の使用人という立場まで一気に転落してしまったセイラちゃんなんですけれども、まあ、彼女にね手を差し伸べる優しい子たちもいたんですが、今まで一緒にね学んできた数人の子からいじめを受けてしまいます。さらに、なんとなんとそのね使用人として働いてたんですけど、時給とか発生しない無賃金で使用人として働くんですよ。悲しいかなでございます。それゆえにいろいろとね町のいろんな方に助けてもらうんですけれども、そこでなんと窃盗の容疑をかけられてしまうんですね。で、さらにそれだけにとどまらずですよ、学院の馬のいる場所が燃えてしまって、そこの放火犯なんじゃないかっていう疑いをさらにかけられ、セイラちゃんそんなことしておりません。で、かけられついに学院から追放されてしまいます。そんなもう辛い環境の中でもですね、乗り越えて耐え忍んで、持ち前の優しい性格でいろんな方から援助を受け、幸せに暮らせるようになるんですけれども、本当にかわいそうですよね。心が痛みます。何より、10歳11歳の子、女の子ですよ、可愛い女の子がそうなってしまうっていうのもありますし、展開されるお話の展開される場所、場面がいいところのお嬢さんたちが通うような寄宿学校のお話ということで、周りがちょっと裕福なところにこの差ですね、今まで何不自由なく暮らしてきたところからの転落のこの差が本当にかわいそうっていうお話です。学べることもとっても多くて、最後は本当に感動できるので、
ちょっと辛いんですけれども見ていただきたい作品です。続きまして第2作品目なんですけれども、2作品目は2019年に放送されましたテレビアニメ盾の勇者の成り上がりです。まあこれもこの作品はですね、まあ、原作が小説サイトにて書かれたものでございまして、まあ、いわゆるライトノベル系の作品になるんですけれども、そういうライトノベル系の作品の中で突如現れた主人公が本当にかわいそうな作品ですね。普通のライトノベル系といえば、まあこのぐらい過去があったとしても可愛い女の子に囲まれていたりとか、強くって敵をねどんどんと倒していったりとか、そういうお話が多い中で、この作品は本当に主人公がかわいそうなストーリーとなっております。主人公は直文くんというね男の人なんですけれども、まあ、ある日図書館で本を取ってね眺めていたら、あら不思議、なんとその本の力によってかどうかはまあわからないんですけれども、本を読んでしまったことにより異世界に召喚されます。異世界召喚者でございます。盾の勇者、まあ、勇者として異世界に召喚されるんですけれども、自分以外にも何人か勇者がいて、そのうちの一人として召喚されます。ただこの直文くんが召喚された盾の勇者という役職がですね、そのまあ異世界の中だとあんまりまあ人気がなくて、盾と言ってるので盾が武器になるんですけれども、盾だけだと攻撃って与えられないんですね。防御しかできなくて、完全に防御しかできない役職ということで、ちょっと他にも様々な理由があるんですけど、それはアニメを見てもしくは原作を読んで知っていただきたいんですけれども、いろんな理由で盾の勇者という勇者はちょっと人気がない役職なんですね。まあ勇者が召喚された、成功されたということで、勇者パーティー、まあ、勇者も一人で旅に出るわけにもいきませんし、で勇者4人で集まるよりは勇者それぞれが強いパーティーを作って、様々なねことで国に貢献していただいた方が利益にまあなるというか、そんなこともあり、それぞれ勇者それぞれにパーティーが与えられるんですね。パーティーになる仲間を与えられます。国から与えられるにもかかわらず、主人公の直文くんのところにはなんと一人しか仲間が来ませんでした。他の勇者のところにはまあ3人5人、多くの人が一緒に旅に出たいですって言ってパーティーを組むんですけれども、彼のところにはなんと一人しか来ないんですね。でまあこの時点で、勇者なんだけどこの扱い何ってなるわけでございますよ。まあ直文くん自体はオタクではあるんですけれども、にしたって異世界転生にそんな詳しいわけでもないですし、初めての世界でもう右も左もわからない中、他の勇者たちはこの世界このゲームなんじゃないだろうかっていう当たりをすでにつけている中、もう一人わけがわからない状態でいるにもかかわらず、頼れる仲間が一人しかできないっていう、もうちょっと国も王様もなんとかしてあげたらいいのにっていう中でですね、なんとまあその仲間が与えられた次の日くらいにですね、なんとその与えられた一人の仲間にも裏切られて、さらにですよ、裏切っただけでなく金目のものとかも奪われ、かつその仲間のことを暴行したとして、そういう容疑にかけられ、むしろもちろん免罪なんですけれども、容疑にかけられ、そのね異世界の人たちにも周りみんなに邪険に扱われ、すごい衰弱をし、味覚をなくしてしまったり、人間不信になってしまったりするんですね。でトラウマができてしまうわけでございます。これがなんと異世界に召喚されて約3日4日で起こるんですね。なんて言うんでしょう、幼少期こんなことがあって、思春期にもこんな悪いことがあって、大人になってもこういうことがあってっていう、全体を通して日数というか年数をかけていろんな不幸なことが積み重なっていくっていうのはあると思うんですけれども、この短期間で、1週間もしない短期間でここまで不幸なこと、しかも助けも誰もいない、何もわからない世界でこんな不幸なことありますかっていう内容と、本当に不幸な主人公となっております。ですがね、この主人公もしっかりと盾の勇者の役目、自分が盾の勇者だから他にどういう人がいればいいのか等々いろいろと考え、仲間を得て強くなっていくんですけれども、1話の冒頭ですね、一番最初はとっても陽気でちょっとのんきな性格なのが、その出来事があってもう暗くてずっと怒ったようなというか怖い顔をして過ごしているところを見て、こんなことがあるのかと悲しくなる不遇な扱いを主人公が受ける作品となっております。でもまあ原作はライトな感じですので、スラスラもうどんどんアニメが見たくなると思うので、アニメあんまり見たことないよという方、あと最近あんまアニメ見てないなという方、きっかけとしてぜひ見ていただきたい作品です。というわけで3作品目のご紹介に移りたいんですけれども、
まあ、これまでね2作品ちょっと暗い内容の作品をお届けしたので、ちょっと趣向を変えてね、公式から公式から主人公が不憫な扱いを受けている楽しいアニメをご紹介したいと思います。それはですね、2012年に放送されましたテレビアニメ男子高校生の日常です。有名ですし、とっても面白いギャグ作品なので、たくさんの方が、まあ、見ているとは思うんですけれども、まあ、お話はね、題名の通り男子高校生たちの笑いに満ちた日常ギャグアニメとなっているんですが、まあ、主人公が本当にかわいそうというか、まあ、不憫な扱いを受けてまして、このアニメの公式サイトにすらですね、主人公は影が薄く存在感に欠ける一応主人公っていう紹介がされているくらいでして、なんとなんと主人公にもかかわらず出番がとっても少ないんですね。はい、主人公が出ない回も存在します。で、まあ、しかもツッコミ役、ギャグの中でもツッコミ役として一応存在してるはずなんですが、まあ、その役目を他のキャラクターに取られてしまったりですね、まあ、それだけでなく、妹が、可愛らしい妹がいるんですが、妹がなんと仲が悪いわけじゃないっていうか、まあですが、なぜか月一でしか話さなかったりとか、まあ、そんなちょっと気まずい雰囲気が流れる妹に変な姿を見られてしまったりとか、ちょっと不憫な感じの主人公でございます。内容は面白いですので、不憫なんですけれども、彼の活躍をアニメで見ていただけたら嬉しいです。ということで、私工藤ひなきが選びました主人公が本当にかわいそうなアニメ3選でした。なんか楽しいアニメで主人公が不憫って言ったらゆるゆりとかもでもどうなんだろう、不憫とか不遇とかっていうのは比べるものではなくて、主人公がどんだけ悲しんでいるかっていう点でもあるとは思うんですが、ゆるゆりは、そう、ゆるゆりの主人公ちゃんのあかりちゃんは一応不憫ちゃ不憫なんですけど、周囲からいろいろと不遇な扱いを受けていて、あの見切れたりとか姿が見えなかったりとか影が薄いっていうのもあるんですけど、画面からねこうして見切れていたりとか姿が見えなかったりするのが通常で、前は必ず主人公のあかりちゃんが不遇なシーンがあるっていう、まあまあこれは一応ね日常アニメでございます。女子校の、女子中学校の娯楽部っていう部活での女の子4人のなんともほわわんとした笑いもあり、可愛いところもある日常なんですけど、主人公のあかりちゃんの扱いがひどいっていう点だと、これもご紹介したいアニメでもありましたね。なんならゆるゆりとケロッコデメタン入れて5000でご紹介してもよかったかもしれない、今更ながら思いますがですが、まあ工藤ひなきの思う主人公が本当に、主人公だけが本当にかわいそうなアニメといえばこの3つなんじゃないかなと思います。というわけで、ここまで見てくださり本当にありがとうございます。よろしければこのお話が面白いなって思った方、高評価を、あとはチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ、おつひな。